水というのは結構表面張力があるんですね。そのために水に普通だったら張力を下げるために界面活性剤を入れるんですね。もしくはアルコールを入れることによって張力が下がって物体に対して水が奥まで染み込みやすくするのが普通なんですけど、バスエッセンスは1万倍希釈、pH が中性であっても張力が下がってますから、その結果、例えば皮膚の表面にひっついた匂いをきれいに取ってくれたり、汚れも当然落ちます。あとリグニンがあることによって匂いの分子を包み込むという働きもあります。で、水溶性のリグニンというのはまずはこういう働きもあります。重金属がプラスの電荷を帯びてるんですけど、それを中和するっていう働きがあります。で、中和するっていうことで、帯電が取れますんで、体自体が非帯電性になります。で、何よりも木材の成分で、に地球上のどこでも大体木材の上だったら、リグニン入ってますんで、安全性が高いということですね。で、リグニンの、希釈液を噴霧することによって光沢が出るっていうことですね。これは繊維であっても、人の毛であっても、動物の毛でもあっても、どんなものでも使えるんです。そのリグニンの水溶液が便利なのは、日用品というものがまずはいろんな化学物質がで作られてる。それで、噴霧するものとか気化するものっていうのは、知らず知らずの間に皮膚にひっついてるっていうことを知っとかないとダメなんですね。水道水だって、お風呂のお湯だったら湯気が出ますけど、例えばジャグジー、それと追い炊きで、塩素は、水蒸気になったものが、皮膚の粘膜、鼻の中、目の中、耳の中、付着してるんですね。シャンプー、リンス、ボディーソープ、これらもこれで体を洗って、汚れも落ちるんですけど、化学物質が付着したのは除去できてないものがたくさんあるんですね。こんなもん、そうですね。歯磨き粉なんかも、まあ言ったら洗剤なんですけど、それを口の中に入れて磨いてるんですよね、普通のものだったら。で、これが残留して残ってるっていうのがいっぱいあります。野菜でもそうですね。農薬がひっついたままそのまま、付着してるので、笹のバスエッセンスの100倍希釈とか1万倍希釈とかで野菜を洗うこともできます。それとか、例えばヒートテックとかでも静電気が起きやすいものに対して笹の100倍希釈なんかを噴霧して拭き取ってあげて、冬場着てると静電気が起きにくい、帯電しないような繊維に変えることが可能です。化学物質については吸い込まなければ大丈夫っていうわけではありません。この皮膚の表面には化学物質をずっとこう付着、そして1回だったら大丈夫でも付着したものはだん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 浸透していくんですね。それで皮膚の表面というのは様々なこう感覚受容器というのがついてるんですね。で、これが電気信号ですね。これじ、末端部に来た情報を脳に伝えるっていう大事な働きがあるんですけど、この中にどういうセンサーがあるかというと、例えばマイスナー小体であれば、これは、40Hz ぐらいの、周波数の波長、ゆっくりとした振動を、感知するようなこういう、神経の周末です。で、メルケル小体とかも圧力を、この圧力を感じるようなセンサーとか、あとパチニ小体ですね。これはだいたい 250Hz ぐらいの振動に対して、それを感じ取るような神経なんですね。この神経の周末っていうのは、言うたら、マイクの先の、集音マイクの先みたいな感じになるんですけど、タンパク質がひっついてますから、これに、例えばタール系の色素なんかが影響を与えると、感覚自体がだんだん麻痺してくるんですね。しかし感覚自体が麻痺するというのは、別に痛いのを感じなくなったり、冷たいのを感じなくなったり、そういうふうな熱いのを感じなくなったりというのはなくて、例えば繊細な触覚ですね、感性っていうものがなくなってくるんです。先ほど、ある特定の周波数を感知する細胞が麻痺するって言ったんですけど、命に関わりのないような、そういう第六感に近いような感性の部分が失われてくるんですね。それが化学物質による神経の関与です。鈍くなるっていうのが、
そこが一番怖い。こちらは人の手ですね。こっちは植物なんですけど、生き物というのは細胞の一個一個まで血液もしくは養分とかそういうものが行き届いているのが普通なんですね。で、活動したエネルギーを光エネルギーとして発してるんですね。で、それがプラズマ現象としてこういうふうに写真機で映るんですけど、これはロシアのキルリアン夫妻が作り出した、キルリアン写真機っていうもので写真を撮ったものですけど、いわゆるこれをオーラの写真機と呼ばれたりするんですけど、正常な時はこういうふうに生体はエネルギーを発しているのが普通なんですね。その上に化学物質が付着すると健康を害する場合というか、健康じゃなくなってくるんですね。植物の場合はすぐ腐るようになったりとか、人間の場合は感覚第六感も含めて感覚のこうただ感性の部分が消えていってしまうんですね。そういう現象が起きてきます。今の生体エネルギーっていうふうなのを考えてみたときに、バスエッセンスを一体どういう方にお勧めすると効果が分かりやすいかっていうことを実践から、紹介したいと思います。例えばヒーリングの関係の仕事をしている人なんかは、自分の感性を磨くためにバスエッセンスを買って帰る方がいらっしゃいます。例えば、霊気ヒーラーですね。エネルギーを天からもらって流す、相手の体を流すっていう風なヒーラーの方とか、あと気功をされてる方、内気功を本人がする場合は気を高めるのに使いますし、外気功で相手に気を与える仕事をしている人なんかも、気が漏れないようにちゃんと溜まりやすいようにするためにバスエッセンスを買って帰る場合があります。あとセラピストですね。セラピストさん、アロマテラピーを指導されている方とか、クレイテラピーなんかを指導されている方とか、あとはサロンさんでヨモギ虫なんかをやっているような方とか、そういう方も、お客さんにこういうふうな、こう治療がありますよっていうので紹介したりとか、あとボランティアで紹介してくれる場合があります。あとはアニマルコミュニケーターの方なんかも、結局感性を使ってお仕事をする方は、すごくバスエッセンスが役に立つですね。例えば、感性で言うとピアニストさん、例えば絶対音感がどうしても必要な方ですね。作曲家の方なんかもそうです。バスエッセンスに入ると音感が良くなったりとか、あと作曲家の方なんかもやはり、感性が、すごく磨かれてくるので、そういう方は必ず自分のために買って帰ってくれます。バスエッセンスは希釈して使いますから、業務で使う場合もたった1本あれば、しばらくなくならないんですね。で、実績がある使い方なんですけど、それをご紹介します。まず老人介護施設ですね。ここでまずどんなものに役立つかというと、体を拭いてあげて、あと、かゆみがなくなるんで陰部の洗浄に使ったりとか、入浴の介助するときにもよく使ってくれます。そうすると何がなくなるかというと、夜中にかゆくなくなるっていうのがすごく利点だそうです。あと鍼灸院ですね。鍼灸院さんはどういうことに使うかというと、笹はこの場合は10倍ぐらいに希釈して患部に先に打っとくんですけど、神経の終末についた化学物質がちゃんと取れることによって血流自体が良くなります。そうするとどういうふうなことが起きるかというと、お灸をするときに熱が奥へ入りやすくなると、すなわちあんま局所が加熱されないんで痛くなくなるということですね。心地よい感じのお灸に変わるということと、あと針の場合はくすぐったいっていう感覚がなくなって効果自体も上がってきます。あと温熱用具を使う時ですからね、中熱っていう、特殊な機械で熱を入れる場合もあるんですけど、熱の伝わり方が奥まで速やかに入って、伝導しやすくなるっていうふうな、結果がいただいてます。あと美容室さんですけど、美容室さんで、スタッフがやはり手荒れが原因で、仕事を辞めていくっていう例が多いんですけど、
バースエッセンスを、洗面器の中に入れて、まあ言ったら、洗面器に1プッシュ2プッシュでいいんですけど、その中に手を入れて、まあ、お客さんのシャンプーをした後に、お客さんの頭はすすぎますが、スタッフ自体の 手についたシャンプーはやっぱり残留している場合があるんで、さっと洗って、で次の業務に入っていくんですね。そうすると手に付着して残留するシャンプーリンスの成分がきっちり取れるということですね。それによってかゆみが止まってくる例が多いです。薬局の店頭ではバスエッセンスが何に役立つか、実際治療をするときに漢方薬の機材の働きを聞きやすくしてくれます。肝臓がんとかそういうものでも、現在は、聞きにくい方も増えてきてるんですね。で当然、精神がんを飲める人は飲めばいいんですけど、化学物質が皮膚の表面にひっついたまま脳がおかしくなってくると、機材を使ってもなかなか反応しない体になってしまってるんで、まずはそういう物質を除去してあげると漢方の本来の効き目がアップしてくるっていうのが分かってます。またもう一つですね、お店の中では波動測定器ですね、メタドローンとかニュースキャンを導入している店があると思うんですが、体自体が、アースがちゃんと取れてないと機械というのは、ちゃんとした測定値が出ないんですね。それが、ちゃんと安定してるっていう、そういうふうにバックアップで使われてるんですね。バスエッセンスを手の甲、足の甲に塗っておいたりとか、あとは100倍希釈の溶液を頭からかけたりとか、体全体に噴霧することによって、まあ、悪いなら悪いなり、いいならいいなりの数値がちゃんと現れてくるんですね。バスエッセンスはお客様のニーズに対していろいろ対応できるんですけど、お客様のニーズっていうのはさまざまなところにあると思います。その中で各家庭の中で使えないものがないと言ってもいいほどいろんなものに使えます。例えば自動車だったら、まあ、男の人がメインになってくるんですけど、何にいいかというと、例えばですね、高級な車があるとしますよね。で、革というかシートを、例えば本革のシートを使ってるとか、その、革の場合はメンテナンスのクリーナーが必要なぐらいだと思うんですけど、そういうふうなレザーのものに使っても、光沢も出るし、あと匂いもないし、メンテナンスも簡単になります。当然車のダッシュボードとかそういうところもホコリがつかなくなります。で、女性の目線で見ると当然玄関が入った時の匂いとか、あとトイレにおいては結構いい結果が出るんですけど、トイレの壁に対しても、壁に多分塩ビの、クロスを貼ってる場合が多いですけど、匂い自体を、壁の、そういうクロスの素材が吸着してすぐ臭くなるんですけど、バスエッセンスを使って掃除してあげるとトイレの匂いがこびりつきにくくなるんですね。そういうニーズがありますから、そういう風なものに使えるっていうことは、やはり一回気に入るとなかなかやめないと、ずっと使ってくれるっていうニーズがあります。ペットに関しては当たり前ということで、もうこれは省略しますね。ペット用品とかにも使えますから、ペットのゲージとかそういうものとかもずっと綺麗でメンテナンスも簡単になります。あと冷蔵庫ですね。冷蔵庫の中身に使えるっていうものは、まず匂いがあるものではダメなんですけど、匂いがないですから庫内のお掃除も簡単にできます。あとエアコンのフィルターの掃除っていうのも、バスエッセンスを100倍に希釈したものを噴霧するとホコリ自体が早く凝固して掃除自体が簡単になります。あと床とかソファーとかは当然ですけど、観葉植物にあげても植物自体がよく育つんですね。これはすごいことなんですね。あとタンス、カーテン、窓、この時に、お掃除に使った場合に、1回カーテンを洗っても次に、ホコリがひっつきにくくなるということは、掃除の頻度が減るということなんですね。これというのはすごいニーズの一つなんです。パソコンとかテレビの画面も
ほこりがひっついてすぐ汚れるのがなかなか汚れなくなるっていう利点があります。あと子供が大事にしてるおもちゃとかぬいぐるみなんですけど、ぬいぐるみの場合は最近はぬいぐるみ専門に、クリーニングっていうのが、例えばクリーニングが6000円ぐらいするのが相場なんですけど、バスエッセンスで掃除するとぬいぐるみの元の色自体は脱色しないですから、元のぬいぐるみの綺麗な色が再現できるとか、いつまでも綺麗なまま済みますし、匂いも取れます。これは子供さんが気に入ってくれますので、やはりバスエッセンスを、使いたいのは、使ってほしいのは子育て世代のママさんとか子供という、作った側のニーズとぴったりなんで、ここは進めてあげたら喜ばれると思います。あと木の商品ですね、無垢のもの、やはり光沢が出てすごく綺麗になるっていうのが、かなり、気に入っていただけるポイントですね。あと毛とか、革の商品ですね、これも、メンテナンスするとすぐ分かって綺麗になります。あとは、趣味のものであったりとか子供の部活の道具ですね、普段洗えないもの、野球のグローブであったりとか剣道の防具であったりとか、なかなか、ゴシゴシ洗うことができないものに使うとすごく喜んでいただけます。たかがバスエッセンスかもしれないですけど、プライマリーケアですね、病気ではまだない方を持続的にアドバイスするっていう風な感じで、薬局さんがその中心的な役割をしていただけることになります。その時に環境の問題について、問題意識が高い人ばっかりが集まってきます。例えば保育士さんにこのような情報を教えてあげると、子どものために広げていってくれますし、看護師さんもそういう使命を持っています。あと美容師さん自体が手荒れが良くなったら、お店に行くと、いろんないい漢方がありますよっていう感じで紹介してくれるようになるんですね。当然自然療法をやっている方とかからお店さん薬局に紹介が来る風な感じの、地域密着型の薬局になっていくんですね。それがバスエッセンスを導入するときの利点の一つです。